ちょっと考えさせてくれ。いやでもよ、ここでよ、この初代からのな、初期からのメンバー、リツコをお母さんにする時は来たんじゃないか。え、一人しかいない、ドルイドしかいない。お前何なんだよ、お前の血は。近親相姦のしすぎで血が濃くなりすぎたんじゃねえか、こいつ。なんだよそれ、確定ドルイドじゃねえかよこれ。まあいや、まあまあいや、もう。いや、もう配合します。絶対近親相姦のしすぎなんだって。大のおじい一番の不人気モンスター、ドラクエ史上最低人気、ドルイド使っていこう。こいつはちょっと待って、こいつは頑張ろう。こいつは俺が使わっていかなきゃいけない。あのめ、何だっけ、モグミルクの生まれ変わりだと思って、女の子だし、こいつを頑張って俺は育てていこう。心なしがちょっと似てるな、立ち通ってと。かわ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いよ、名前ちょうだい。めっちゃ可愛い名前。本当にみんなも無理やり可愛くして、無理やりみんなでめでていこう。無理やりしよう。ティファニーにするわ。これいいだろう。今日からお前らは、今日からお前らはティファニーだ。みんなよろしくな、ティファニー。これ人気出るだろう、無理やり。ティファニー。なーに？ティファニー。すごい可愛い。ティファニーが受け継ぐ。ティファニーって、イオアンドバージ催眠まで。お前天才なのか、もしかして。あ、メライオ。メラと、イオバギと、まあどっちにしろ、これメライオだな。バギとかいらねえし。ほんで、かしこさん。催眠、ラリホー、マヌーサ、メダパニ、惑いの息。あ、バギ強い。あ、まじ、新しいわ。てか、さあ、かしこさアップなんてこいつ使うか。待って、かしこさアップにして、催眠はいらねえな。で、イオバギにして、イオ火炎切り、あ、メラ。いやでもな、6ポイント割り振られてるからな。しかもこいつさ、ティファニーはさ、なんか、なんていうの？ラリオを覚えさせてやりてえじゃん、これでいこう。よーえお前さ、頼むぜ、マジで。お前、パーティーに加えるからな、無理やり。ちょっと明日は、ちょっとね、まあでもアルミランもいるし、マイーバもいるし、まああの別れもあったけど、ポジティブにいきましょうね。ということで皆さん、明日のちょっと加藤11時予報はね、まず他国マスターからカルメラ